ストラトバリウス、ストラトバリウス、ストラテベリアスは、フィンランド出身のパワーメタルバインド、ヨーロッパ、TNT らと並び、早くから活動する、北欧メタルの代表的グループ。ジャーマンメタル勢と共に、欧州のパワーメタル、シンフォニックメタルの一角を担った。1982年、ヘルシンキで、ドーモラシーラ、ドクター・ VO、スタファン・ストロールマン、G。 ジョンビ・ヘルベの3名により結成。当初は、ブラック・ウォーターというバンド名で活動しており、音楽性も、ブラック・サバスや、オジー・オズ・ボーンに影響を受けた、ハードロックバンドであった。1984年末に、ベーシストのジョンが脱退し、ゆるき・レントンが加入。1985年に、リーダーのラッシーらが、ギターのストラト・キャスターとバイオリンのストラディバリウスを、掛け合わせて、 バド名をストラトバリウスとする。なお、後に加入するティモトルキのメイン使用楽器は、ストラトキャスターではなく、時期により違いはあるが、ストラトタイプをベースとしたソロイスト系のギターを使用することが多い。1985年に、ギタリストのスタファンが脱退、代わりに、ティモトルキが加入。それまで、ボーカルも担当していたトゥオモのお人が狭かったことも、あり、トルキが、 ひとまずギタリスト兼ボーカリストとなる。1986年にトルキの兵役のため1年間の活動停止を挟んだ後、ライブ活動の場をフィンランド本国からスカンジナビア半島へと広げていっ。1987年に CBS フィンランドに送ったデモが目に留まり、1988年フューチャーショックでシングルデビュー。同じ頃に、 キーボーディストのアンティー降年が加入。1989年はシングルブラックナイトとファーストアルバムフライトナイトをリリースするが売り上げは伸びなかった。当時の音楽性はリッチーブラックモアやレインボーバロック音楽に影響を受けたトルキの加入でネオクラシカルメタルよりである。なお当時日本未発売であったフライトナイトはバーンでレビューされた際国籍不明と 表記されていた。1991年、CBS フィンランドから契約を切られ、メンバーが自費で、スタジオ代を払い、デモテープを制作をする。1992年初め、レコード会社遺跡の際に、ベーシストのゆるきが脱退し、やり、ベヘムが加入するが、ほとんどプレイすることなく、翌年に解雇されている。ブルーライトレコードからアルバム。 フィンランド国内のみで1000枚ほどリリース。10月、ドイツのシャークレコーズから、ストラテベリアス2をジャケットを変えて、セカンドアルバム、トワイライトタイムとして、ヨーロッパ全土で発表。翌1993年、シングル、ブレイクザアイスを発表。日本国内では、トワイライトタイムが、輸入版チャートベスト1 2個ヶ月間ランクインし、1993年の、 輸入版年間チャート1位となった。日本版は1993年6月にビクターエンタテインメントより発売された。1993年、サードアルバム、ドリームスペースのレコーディング途中より、ベーシストのやり、カイヌライネンが加入。1994年2月、サードアルバム、ドリームスペースが日本でリリース。ヨーロッパでは、ノイズレコード所属の T&、 ティーレコーズに移籍。5月には、日本未発売だった、ファーストアルバム、フライトナイトが日本でもリリースされ、6月に初、来日公演が行われた。トルキは、歌うことをやめ、ギターに専念するために、音楽雑誌でボーカリストを募集し、ティモ・コティペルトが加入。翌年リリースされた、ホースアルバム、ホースディメンションはよりメロデックパーメタル色を濃くしてゆく。 アルバムからは、ウィング s o ブト o m o r がシングルカットされた。1995年、来日公演を行った、フォースディメンションツアー終了後、キーボードのアンティとオリジナルメンバー、元リーダーで、ドラムスのラッシーらが新たなリーダーとなったトルキから解雇される。二人の代わりに加入したのが、イングベイ・マルムスティーンや、ディオなどで活躍していた、スウェーデン人キーボーディストのイエンス・ヨハンソン・メコンデルタや、 レイジなどで活躍していた、ドイツ人ドラマーのヨルグ・マイケル。トルキは二人と面識があったわけではなく、今回の件で初めて二人の連絡先を調べ、デモテープを送ったところ加入承諾をもらった。1996年、フィフスアルバム、エピソード発表。コティペルトの表現力上達。 それぞれ名手として名の知れたヨルグとイエンスの力により音楽性により一層深みが出た作品となる。ウィル・ザ・サン・ライズとファザー・タイムがシングルカット。1996年シックススアルバムビジョンズを発表。コティペルトの作詞が積極的に採用されている。このアルバムはヨーロッパや日本で大ヒット。アルバムに伴うツアーも大成功を収めた。 翌年発表されたヨーロッパツアーを収録した初の2枚組ライブアルバムビジョンズオブヨーロッパでは観客の熱狂おぶりを伺う,うことができる。アルバムからシングルカットされたブラックダイヤモンドとキッス・オブ・ジュー・ダスはストラトバリウスの代表曲となりライブで欠かせない曲となった。同年ニュークリア・ブラストに遺跡のためノイズレコード時代の初のベストアルバムザ・パスト・アンド・ナウを発表。 1998年、セブンスアルバム、デスティニー発表。フィンランドチャートで1位を獲得しているヒット作となり、アルバムに伴うツアーも成功した。翌年、各国のボーナストラックやライブ音源でできた、コンピレーションアルバム、ザ・ジョーズン・ワンズも、フィンランドチャートで7位に入り、名実ともに、フィンランドのトップバンドとなった。イッツ、エーミステリーが一部の国で、シングルカットされている。 2000年発表のエースアルバム、インフィニットは、フランス特別版には4曲もボーナストラックが付いており、ヨーロッパでの絶大な人気を表している。やや暗い楽曲が多かった、ディスティニーからのシングルカットは、SOS だけであったが、キャッチーな曲が多い、インフィニットからは、ライブの定番曲である、ハンティング・ハイ・アンド・ロー、ア・ミリオン・ライト・イヤーズ・アウェイがシングルカットされている。インフィニットは、 フィンランドでゴールドディスクに輝き、インフィニットフィニッシュツアーレックにの最終日である12月25日にゴールドディスク授与式が行われた。2000年は、ソナタ・アクティカ、ラプソディ・オブ・ファイアと共にツアーを行っている。このツアーの後、バンド活動を一時休止し、このカントルキとコティペルトはそれぞれソロ活動を行った。また、同年には日本のみのベストアルバム、 14ダイヤモンドがリリースされている。2003年1月、ナインスアルバム、エレメンツパート1発表。以前の作品よりも対策が多く、シンフォニックメタルやプログレッシブメタル調の楽曲が多い作品となった。本来は、同年11月リリースのテンスアルバムの、エレメンツパート2ともに2枚組の予定であったが、レコード会社より難色を示されたため1枚ずつの、 リリースとなった。地球や人間の要素である日、水、風、土をコンセプトにしたアルバムであり、それぞれ PT1 は、人、水 PT2 は、風と土がテーマとなっている。トルキによる思想や人生観、生きることを描いた歌詞がほとんどであり、全曲トルキによる作詞、作曲である。2003年12月、ヨルグとコティペルトがトルキとの確執により脱退。 コティペルトは自分の楽曲がアルバムに採用されない不満をバーン氏のインタビューで漏らしている。2004年1月、公認としてイエンスの兄であるハンマーホールのドラマーアンダース・ヨハンソンのサポート加入が伝えられるが1ヶ月もしないうちにアンダースは離脱。ボーカルにはカタリーナ・ウィー・アラーという口から血を流したブラックメタル風のメイクをした女性が加入。 しかしファンからは公式サイトに今までのストラトバリウスの音楽と全く違う雰囲気の女性ボーカルの加入を批判する声が寄せられた。2004年、ヨルグとコティペルトは脱退後もレコード会社との契約履行のため、いくつかの音楽フェスティバルにバンドの一員として出演した。2月29日、スペイングラナダの音楽フェスティバルの翌日、トルキが路上で襲われ、 カッターナイフで左肩を切りつけられ、顔に打撲を覆うという事件が起きた。二人の脱退前後から、公式サイトで過激な発言を繰り返していたトルキは、後に、総仏病と診断され、数ヶ月入院制用をした。2005年になり、ヨルグとコティペルとの復帰宣言があり、以前のラインナップでの活動再開が発表されると、ミス K は音源発表もライブ活動もしないまま、 事実上脱退ということになった。同年9月、11th アルバム、ストラトバリウス発表、日本先行発売は8月。バンドの復活は、祝福をもって受け入れられたが、後に、トルキはこのアルバムが好きでないと、インタビューで答えてい2005年秋、ベーシストの槍が脱退。シナジーやコティペルトの、ソロプロジェクトのベーシストである、フィンランド人。 ベーシストラウリポラーが変わって加入し、ヨーロッパ、北米、日本を含むアジア、南米への大きなツアーが行われた。2007年秋からは、ニューアルバムのレコーディングに入る。ほぼ完成していたにもかかわらず2008年3月に、トルキがニューアルバムを白紙に戻し、楽曲をそのまま自らの新、プロジェクトレボリューヨンルネッサンスで使用し、レコーディングに入ると発表。 ストラトバリウス版のデモバージョンは7月下旬にインターネット上に流出した。その後4月3日にトルキがストラトバリウスの解散声明を発表。文中でバンドではあったが友達ではなかったとメンバーとの不仲を吐露する内容であった。しかしトルキ以外の4名のメンバーはバンドの存続を表明。6月にはトルキの後任としてラウジの知人であるフィンランド人ギタリスト、 マティアス・クピアイネンを迎え、ニューアルバムの制作に着手することを発表した。一方、ティモトルキは、初期メンバーのテオも、アンティを呼び戻し、正式なラストアルバムをレコーディングすることを表明。5月20日に、ストラトバリウスのバンド名を及び過去の作品や、新作からの売上配分も拒否し、イエンス・ヨハンソンとティモ・コティベルトに譲る、正式書類にサインしたことを明らかにした。 これに対し、コティペルトは、トルキへの敬意を表しつつも、旧メンバーを迎えてのトルキらによる、アルバム制作はないと表明。10月、コティペルトイエンス、ヨルグラウリ・マティアスの申請でストラトバリウスとして、活動宣言。ニューアルバムのレコーディングに入った。これに対しトルキは、憲悪感を露にするコメントをしている。2009年5月、新体制で、ポラリスを発表。 本作発表前にトルキとカイヌ来年が脱退したこともあり、長年使用されたバンドロボもシンボルマークも一新された。一曲目のディープアンノーンがシングルカット。2008年4月から2010年1月までヨーロッパアジア、北、南米を縦断する大規模なツアーが行われ、9月には来日公演も行われた。2010年11月24日には、 新曲2曲を収録したミニアルバムダーケストアワーズを発表。プロモーションのためにハロウィーンのナナシナーズツアーに同行する。しかしヨルグ・マイケルがワンと診断されたため代役のドラマーを立ててライブを行った。年明け2011年1月12日には13作目となるアルバムエリジウムをリリース。好調なセールスを見せ、1998年に 発表したデスティニー以来久々にフィンランドチャート1位に輝いた。また、同年1月のツアー終了をもってヨルグ・マイケル脱退が発表された。脱退理由は個人的なものとされている。なお、11月18日から26日までヨルグのためのフェアウェルツアーが本国フンランドで行われた。2012年6月オーディションの結果、ドルフ・ピルブが 新しいドラマーとして加入。2013年2月、14作目となるアルバム、ネメシスをリリース。3月からは、ネメシスツアーを開始した、ラウドパーク13に出演。2015年9月、15作目となるアルバム、エターナルをリリース。翌年2016年までのツアーを開催。同年秋にアルバム、エピソード発表20周年記念ヨーロッパツアーが、 行われた。ギタリスト、ベーシスト、ドラムス、ボーカル、キーボード。メンバー在籍時期については、ストラトバリウスの歴代メンバー一覧表参照のこと。日本のヘビメタル雑誌、バーン、1997年5月号において、広瀬和夫、編集長、当時、前田武彦、奥野高久が、アルバム、ビジョンズ、1997年リリースに対して、

自身のコラムにて反論を展開した。なお、この件に関しては後にトルキ側が謝罪したことで、一旦は和解した。しかし、それから3年後の、バーン、2000年4月号、インフィニットリリースあたりのインタビューで、トルキは、藤木正夫のコティペルトに無理なハイトーンを歌わせるのはやめてほしいとの、発言に対し、コティペルトのハイトーンはファンが望んでいるからやっている。 編集長の広瀬は、コティペルトの声が気に入らないようだ。俺たちは、ファンのために曲を作っているのであって、評論家のためにやっているわけじゃないといった反論を展開した。両者の関係に、再び緊張が走ったかにも見えたが、トルキはその後も、バーン、死のインタビューは受けている。なお、この、ファックスの件は、トルキが、独断で行ったものであるとされ、コティペルトらのメンバーは後に、 バーンのインタビューでこの件を尋ねられるまで一切知らなかったという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。